皆さんこんにちは、ふみあみのふみです。やっほー、一人動画もお久しぶりで、はい、というわけで今回はこの前あみがやったカバンの中身動画を私バージョンでやっていきたいと思います。なんかあみはその時ちょうど初期2ヶ月ぐらいの時かな、アミはちょうど月2ヶ月ぐらいの時に撮ってたと思うんですけど、私はもうママ歴2年5ヶ月というわけで、2年5ヶ月のママが持つマザーズバッグの中身みたいな感じの動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ、まず使ってるカバンなんですけど、アミと一緒でジュメロのマルチバックパックっていうリュックを使ってます。このカバン私が頑張って作ったカバンになります。子供を産んで子育て始めたすぐぐらいかな、もう2年前ぐらいかな、からもうマザーズバッグをジュメロで出してほしいっていう声をすごいいただいてたんですけど、自分がママ歴短い中で何が必要かがちゃんと分かってなくて、カバンを作るのってどうなんやろうって思ってて、自分が本当に子育てをしていく上でこうやっぱこれ必要やなっていうので、完璧なマザーズバッグ作りたいって思ってたんですよ、ずっと。なんかベビーカーとかに乗せてる時ってあんまり私リュックの重要性を気づいてなかったんですよね、マザーズリュックみたいなのの重要性を。やけど今子供が1歳過ぎてからはもうすごい歩いたり走ったりするやんかってなった時の両手が空く楽さ、リュックの楽さみたいなのをほんまに自分がリュック作ってから気づいた、マジで。リュックでこんなに子育て楽になるんやって、でそういう素晴らしさも教えてくれた。こちらがジュメロのマルチバックパックになります。でこれなんでマザーズバッグってつけてないかっていうと、学生とか社会人とかいろいろ考えたんや、結局なんかママだけじゃないって作っていく上でどんどんなっていって、名前もマルチバックパック、マルチに使っていただけるっていう感じの名前になってます。てかもうね、パパにも使ってもらえるから、これはアミの旦那さんのモデルにしてパパが持ってもおしゃれなリュックみたいなをすごい考えてたから、パパもママも使ってもらえるし、男性、女性、社会人、学生さん全員使ってもらえます。はい、じゃあカバンの中身、まずカバンのさ、結構詳しい説明はアミがやってたと思うねんけど、私から一個言わせてもらうのは、どうしても私は部屋分けしたかった、カバンの中で。私がマザーズバッグをトートバッグで使ってる時、ポーチがいっぱいになっていくの、子供のポーチ、おしめポーチ、お着替えポーチ、なんかそれがすっごい私の中ではポーチの重さのせいで重くなってんちゃうかみたいながあったから、いろんなとこにポケットをつけたり利便性を考えた形にしてます。じゃあまずメインポケット、じゃーん、メインポケットにはこんな感じでここに2つポケットがついてるんですけど、メインポケットの中の内ポケットが2つかついてるんですけど、私はここに綺麗なおしめ3つ、ちなみにノアのおしめサイズはビッグ L の次です、ビッグですけど入ってます。お尻拭き、あ、これね、お尻拭きはコストコのお尻拭き、いつもコストコのお尻拭き使ってます。でこれうんちとか下用の袋です、匂わない袋みたいなのがここに入ってて、なんかおしめを結構ピュって、なんやろ、おしめを変える時ってみんな思い出してなしん、公衆トイレとか、イオンとかのトイレとかでおしめがある時っておしめ台みたいなとこあるやんか、あそこに子供を座らせたり座らせたり寝かしたりするやんか、でカバンを置いて巾着出して開けておしめ取ってお尻拭き出してポンポンってまた直してこの作業の間にぐずったり、なんか結構バタバタすんねん、あそこの作業って。だから私はここに入れる理由としては、もうこう背負っててすぐ前に変えてここでこう作業できる感じ、肩ここに肩かけながらピュッピュッって出せるこの楽さやばいやばい、私がさこのカバン作ったから喋りすぎそう、マジでどうしたらいい。なんでここにはそのおしめとお尻拭きが入ってるんですけど、次ねこっちね、こうボタンがついてる内ポケットがあります。
これは iPad やったり、まあノートパソコンとか、あとノートとか教科書とか、結構紛れたら赤もんとか入れたい人はここにぜひ入れてください。でここに私は一応母子手帳、私なんか一応母子手帳は持ち歩くっていうねルールになってると思うのでたまに置いていっちゃう時もあるんですけど、母子手帳になります。これ母子手帳ケースね。これはこの中にいっぱい母子手帳やったり子供のこといっぱい入ってます。をこのここに入れてるのと、で次のメインポケットにはこちらですね。じゃん、これは化粧品です。今日ちょうど撮影があってメイクからここでやってたんで、アミンチでメイクしてたんで化粧品を持ってきてました。なのでこの巾着には結構しっかりめに化粧品が入ってます。でもう一個メインポケットにはこちら、ノアって書いてる巾着、もう結構年季入ってますずっと使ってる。これの中にはお着替えですね。子供はなんやかんや着替えが、何が起きるかわからないのでレギンスとスウェット、このお着替えを入れてます。かわいいよこれ、ミニクローゼットのスウェットと、レギンスはギャップのレギンスです。もう最近一気に服のサイズが大きくなっちゃって、なんか寂しいわほんまっていうお着替えがここに入ってますっていうのと、あとキャップですね。これジュメロで出してるキャップなんですけど、もうママのことを、あ、例えば今これつけてるからあれやけど、ママのことをこれもちょっと考えてしまった。学生さんにもいいんかな、やっぱりそういうの。ここをスナップボタンにしたんですよ。だから私のキャップは子育てでめちゃくちゃ使ってるアイテムで、公園行く時とかも私はキャップしてマスクしたりしてるから、もうキャップがないと生きていけない人間なんですけど、やっぱりキャップってずっとかぶってたら結構頭痛くなったり、なんか疲れてくんねんな。だからここをスナップボタンにしてたら、疲れた時になんか引っ掛けやすいカバンの上とか、ジュメロのマルチバックパックやったらここですね、ここにこうパチッとつけれるのがねすごい助かるんですよ。でかぶりたい時にパッて取れるのもいいですよねキャップが出てきました。で続きまして、じゃあサイド言おうかな。サイドこのね、ここにはペットボトルが入るサイドポケットがこっちとこっちにあるんですけど、こっちのサイドポケットにはじゃーん、コスメ、リップと目薬と鏡、なんかまあほんまに簡単なもんですね。普段私が化粧直しっていうぐらいでもないか、ちょっと直す時ぐらいに使うようなアイテムがここに入ってます。これは片手でこう出せるようにこのサイドポケットに入れてます。でこっちのサイドポケットはこの紐がついてるんや、こういうチェーンがついてるんですけど、ここにはじゃーん、こんな感じです。ジュメロのエコバッグとキーケース、ちょっと今鍵をこれ隠してるから、ここ鍵ねキーケースが入ってます。こうやって繋いでるって感じかな、なくなる心配もなくて、それもすごいいいです。どこやろうかな、ここ結構使う場所、ここ、この横ポケット、横ファスナーな、これ浅めのポケットなんですけど、このポケットにはなんとここも結構ね使えるよ。パッて出すのに一番使えるかも、ファスナーありの場所やったら。車の鍵と、これは電動自転車のスマートキーです。また出てきた目薬私目薬マジで入れまくってるかもしらん、ほんまに。もう目かゆない、みんなめっちゃかゆいんや目。この目慢性型で目がかゆい人どうしたらいい、ほんまに病院行かなかよな、マジで。浅めのポケットの下、ここです。お財布です。なんかあのリュック背負っててさ、ファスナー開けられてお財布取られた、ないとは思うけどってなった時一番嫌やから、ここ一番なんかシークレットっぽいポケットなんですよ。だからそのシークレットっぽい場所に入れてます。お財布もこれジュメロの使ってるんですよ、ここに入れてて、これもなかなか取り出しやすいで。で次ここ、いやどんだけポケットあんねんって感じやろ。このポケットはこういう形のポケット、じゃーん、こんな感じでペンが入れれたり、こっちはメッシュになってたり、
で、ここにもまたポケットがあったりと、すごいポケットの中にいろんなポケットがあるタイプのポケットになってます。で、この中に入ってるのはまずボールペン。ボールペンはなんか私海外とかもよく行くから、何かとボールペンがいつもないないないになるから、カバンには入れるようにしてます。ここにアンパンマンジュースが2本、結構ジュースで機嫌取りがちな母親です。で、ここはねメッシュポケットになってるんですけど、ジュース買った時用のキャップ、ストローボトルにするためのキャップと、これね100均ですよ、ストローねどんな状態でも飲ませるっていうストローと、あとこれね、これパックジュース用のアンパンマン。パックジュースってこぼれちゃうからさ、こういうのに入れてたら安全なので、まあみんなやってると思う。で、まだ出てくる鼻セレブ、除菌シート、アルコール、めっちゃ入ってるやろ。ちょっともう入りすぎて怖いぐらいなんですけど、今このポケット見たやん。次またあるんですよ、ここ、このポケット何個目、今なんとこれが入ってます。なんだこれって、これはジュメロの新作なんですけど、アミと写真撮ろうと思って今日持ってきてた。だから自分で必要なもんとかここに入れたりとかね、持ってきてました。やけどちょっと時間なくて撮れなさそうやねんな。これバレたってな、可愛いよな、最近なんかこういうの流行ってるしな、可愛い可愛い。これを入れてました、撮影しななと思って。で、ここのポケット終わり、ラスト横1、何も入ってません、もう入れるものがないみたいです、っていう、こんだけ入ってます。で、ポケットの数は1、2、3、4、5、6、7で、ここに背中メッシュ素材ですよ、ここにも8かな、8になるんかもしらん、8個かもしらん、結構ポケット多い。で、背中は乾燥できるようなメッシュ素材で、この素材自体は撥水素材です。こんな感じでリュックとしても使えるんですけど、私が最初のオープニングで言った男性も使ってもらえるみたいな話は、なんとトートに変わるんですよ。ここがこういうパチン簡単にできるやつを、このね背中の紐をね、このトートの後ろのポケットに入れちゃいます。で、こっちの紐を出しちゃいます。で、ここボタンねパッチンして、で、ここ横からまた紐を出しちゃいます。そしたらじゃーん、トートバッグになりました。で、ちょっとこのトートの紐ちょっと長めにしてるの分かるかな、女性にしたらちょっと長めなんです。まあ、それもまたダランって持って可愛いんやけど、この長めにすることで男性も持てる、男性が持ってもおしゃれで抜け感のある見た目になります。で、この紐があるおかげでベビーカーにこうやって引っ掛けれます。ベビーカーにあえて引っ掛けれるのほんまでかくない？結構トートバッグとかやったらこうガマ口で中身バーってあえて引っ掛ける感じになっちゃうけど、これやとね、ファスナーもあるし安全面も心配ないかなと思います。もうここで収納してるからさ、普段からこのカバンにいろんなものを収納してて、このカバンを引っ掛けといてみたいな、このカバンから物出してとかしてるんで、結構もうほんと年季入ってめちゃくちゃ使ってます。でもすごい綺麗でしょ、洗濯もしたことあるし。洗濯もした？した、汚れてさ、あ、そうや、これ言う忘れてた、そう、ここな、このカバンの底にシートが入ってて、おしめシートとかレジャーシートみたいなクッションシート入れてるんですけど、ちょっと今洗濯中でないです。はい、そのクッションシートをこの中に入れてるんで、よかったらそれもね、なんか芝生に座ったりとか、テーマパークのベンチに座ろうと思ったら濡れてたとかさ、そういうことがあるときはぜひそれを引いて座ってもらったり、おしめ変えるときにちょっと清潔なんかなと思う場所とかはもう引いてもらったりとかしてさ、結構いろいろ便利に使えるようになってます。なんかお客さんのレビューみたいなのを結構いただくんですけど、もう感動感動みたいな、もうこれ以上のバッグ出会えないですってみんなに言ってもらって、ね、こんな幸せなことあるんかっていうぐらい、私このバッグのおかげでたくさんの幸せをいただきました。
なんかもうほんまにプロの人とかからもコメント来たり、いろいろ本当にね。プロ？何プロ？え、なんかな？何やったかな？バッグ屋さんじゃなくて、まあまあプロじゃなくて、何やったっけな？なんかデザイナーみたいな人やね。そういう連絡来て、こういう仕事をしてるものなんですがみたいな。忘れたけど、ほんまにめっちゃすごいって言ってくれて、その人もこれよく考えましたねって言ってくれて、よく考えられてるカバンやって思いましたって言われて、すごい嬉しかったっていう。そうで、アミの出産までに絶対作りたいって言って、妊娠中に作れたよね、うん、無事ね、うん、そんな感じで結構頑張って進めてたカバンで、やっと今回カバンの中身動画を撮れてよかったです。でジュメロのインスタとかにはね、結構カバンの中身やったりコーディネートに合わせた写真とかも載ってるので、それもぜひ、まあ、概要欄にリンク載せとくんで、よかったら見てください。今日は私2歳5ヶ月の男の子ママ、共働きフル働きな女の人29歳女の人のカバンの中身でした情報量多いな情報型って言われる、またなんか私喋りすぎんねんな、ほんまに。どうしたらいい、みんな止めてじゃあ今日も見てくれてありがとうございました。私のインスタグラムだったり、ジュメロだったり、いろいろフォローぜひお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。